フランソワ・ダルランド自由飛行の図フランソワ・ダルランドは1783年11月21日ピラトールド・ロジエと共にモンゴルフィエ兄弟の熱気球で最初の有人飛行を行ったフランスの軍人である。南フランスはドーフィネ地方アネロンに公爵家の息子として生まれる。少年期はトゥルノンのイエズスカイの学校で教育を受けるがここでジョセフ・モンゴルフィエと知り合う。 その後軍人の道を志し、この F 氷連隊の士官に任官される。1783年6月にモンゴルフィエ兄弟の熱気球の公開試験が行われ、9月19日には気球に吊り下げたカゴに羊、アヒル、鶏を入れて上昇させ、飛行が生物に危険でないことが示された。それでも友人飛行は、 生命の保障のない危険な行為であるという理由から、時のフランス国王ルイ16世は、最初の友人飛行の実験台として二人の死刑囚を使うことを提案したが、最初の気球登場者の名誉は死刑囚でなく高い地位の者に与えられるべきだと主張するポリニャック公爵夫人の助力を得て、ロジエ自ら乗員を志願し、ダルランドも同乗することに同意した。 国王は彼らがパイロットとなることを認めた。地上とつないだ状態で気球を操作する訓練を受けた後、1783年11月21日の2時頃、ブローニュの森のラムエット城の庭から、国王の見守る中、最初の自由飛行に出発した。3000フィートの高さで25分間で9キロメートルほどゆっくり飛行し、当時はパリの外れであった。 ビュットーカイユに着陸した。飛行が終わった後、シャンパンで成功を祝い、これは気球乗りの伝統となった。貴族階級出身であったが、フランス革命時の粛清から免れることができた。しかしその後不貧困を理由に、軍から追放され、競利に引退し死去した。自殺であったという説もある。ありがとうございます。